ずにさ、よかったらこれ。アヒージョ？イズミさんのために作りました。すっごい美味しそう。本当に嬉しいよ。いただきます。それにしても可愛くて勉強も運動もできて料理まで、四季森さんってどこまでも完璧。四季森さん料理苦手なんだ。